はい、どうも、ヤーリーです。今回はですね、オーストラリアワーホリの悩みということで、フルーツピッキングファームジョブは本当に稼げるのか、ということに対してですね、お答えしていきたいと思います。で、フルーツピッキングファームジョブというのはかなりですね、オーストラリアワーキングホリデーにおいては有名です。特にセカンドビザが絡みますし、で、あとは、ものすごく情報が出回りますね。特に語学学校へ行った人っていうのは必ずその語学学校の友達づてに、どっかのファームへ行くということは王道なので、特にワーキングホリデーに行く前の段階でですね、やっぱり仕事がちゃんと取れるかとかっていう悩みは僕もありましたので、で僕の経験と体験から一つの考えと答えを皆さんにお伝えしたいと思います。はい、じゃあ稼げるのか、それはですね、答えというのはその時と人次第、はい、その人次第です。ケースバイケースですし、まず一つ目ですね、季節を知らないなら稼げない。オーストラリアにもやっぱり季節はありますし、で作物にもやっぱり季節はあるんですね、当たり前ながら。でなのでオーストラリアへ行くと南と北に分かれます。で、必ず季節の移り変わりっていうのがあるんですね。なので、その季節を追ってうまく、作物のピークですね、ストーンフルーツなら、ストーンフルーツ、リンゴならリンゴ、梨なら梨というように、シーズンの季節、シーズンによって、収穫高が見込める、そういう作物を、狙って、ですね、そういうファームもしくはピッキングの農場へ行くという情報をまず知らないなら、ですね、闇雲にワークホストで行っても稼げません。はい、2つ目、車があった方が有利です。なぜかというと、ほとんどですね、ワークホステルというところに行くと思います。で、ワークホステルっていうのは基本的に農場から遠い場所になります。なので農場までは必ずでと言っていいほど車で移動します。実際僕はですね、パースのドニーブルックという、フルーツピッキングのメッカのところにいました。大抵マーガレットリバーからピッキングで流れてくる人が流れ着くところなんですけれども、でそこはですね、必ずバックパッカーで足を持っている人が優先的にシフトに入ります。しかも毎日その人に5ドルガス代を払います、現金で。なのでやっぱりその車があればですね、その5ドルのガス代っていうのはもらえますので、時給、仕事の時給とは別にですね、それは結構節約すれば大きくなりますので、やっぱり車があった方が有利です。3つ目、実質1ヶ月前に動く。でこの実質1ヶ月前の言葉の意味ですが、基本的には早いもの順です。何が早いもの順なのか、それは仕事が回ってくる順番ですね。なんでかっていうと、ワークホストで着きますと、ロスターというものが必ず貼り出されるんですね。仕事が始まる前に。で、そのロスターって何って話ですが、要は日本でいうシフト表のようなものですね。で、大体、仕組みから言いますと、日雇い派遣のような感じです。要は、例えば、3月とか2月から、アップルピッキングが始まります。で、こちらはかぼちゃのピッキングが始まったりとかする時がありますので、その時にですね、先にそのワークホステルに宿泊していた人たちから順番に、ここの農場に行きなさい、ここの農場に行きなさいっていうのが張り出されます。で、その時に、誰々の車に乗ってどっか行くっていうのが張り出されるんですね。なので、シーズンが始まる1ヶ月前にですね、そのロスターの、仕事が割り振られる人数に入っておかないと厳しいです。で、順番がないなら、順番待ちですね。で、必ず何人かは働けなくてクビになりますので、その人の、クビ待ちですね。そういう、結構残酷な現実ですけど、あります。なので、そういう人たちを狙って繰り上げを待つという形になってしまうので、まず実質1ヶ月前に、シーズンが始まる1ヶ月前ですね、にワークホステルに動くということをやってください。ちゃんと分かってるバックパッカーやってますね。特にフランス、イタリア人、そこら辺はかなり早く動いているので、
そこはですね、競争になってしまいますので、情報を早くキャッチして動いてください。で、4、競争率が激しい。なぜ競争率が激しいのか。で、それは簡単で、フルーツピッキングっていうのはもうどの国のバックパッカーも知ってますので、みんなが同じこう情報を得て同じ行動をしますので、競争率激しいですね。で、3番の話になりますが、競争率が激しいがゆえに、実質1ヶ月前に動いて、宿泊をしてですね、ロスターの順番を早めに確保できるようにしておくということがもう常識ですね。オーストラリアもビザの値段が上がっていますが、それは渡航者が多いので、ビザの値段上がってるんですね。なので、競争率が激しいということ、競争率が激しいというのであれば、早めに動くということを意識してください。で、5番目、完全歩合制のピッキングはしない。なんで完全歩合制のピッキングなのかと言いますとですね、やっぱり給料の体系が2つあって、時給制と歩合制ですね。例えば、イチゴのピッキングであれば、1.8 キロくらいですかね、イチゴを山盛りにして、バケットの方にザザッと入れて、まあ、それで、およそ2から2.5ドルだと思いますね。3ドルいったかっていうと、多分いったところは僕の記憶ではないんですね。なので、それを延々と繰り返すこと。で、まあ、大体自分の宿泊費に対してノルマはありますので、あんまり完全歩合制は、まあ、できる人であれば、稼げます。で、あとは、どれくらいの収穫の量が見込めるかです。シーズンがハイシーズンであれば、もうそこら辺にあるものをもげばいいので、全然稼げるんですね。ある意味、時給よりは。でも、シーズンが下火になってきた場合には、完全歩合制の、まあ、デメリットが浮き彫りになるんですよね。特に、アップルピッキング、リンゴであれば赤い実以外はもぐなと、かなりうるさく言われるので、まあ、かなりデメリットはありますね。で、僕はやっぱり時給制の方がいいです。まあ、時給だったとしても、その時給分は自分で稼がなくちゃいけないっていうのがあって、実質同じなんですけれども、まあ、お金の入り方が違うということでですね、時給制の求人を探してください。そして、まずピッキングをするのであれば、ハーベストブックというですね、現地オーストラリアでタダで手に入るものがありますので、そこに全部どういう収穫がどこのファームであって、シーズンがいつからいつまででということが書いてありますので、ぜひ入手してください。で、そのハーベストブックに関しては僕のブログで詳しくですね、書いてありますので、ぜひ僕のブログにも立ち寄ってみてください。では失礼します。